日本の既存の自動車メーカーの経営陣にはこのような世界で起こっている電動化の大波を真摯に受け止めていただき、どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、フォルクスワーゲンの本気の電気自動車ハッチバックである ID3 が衝突安全テストにおいて最高評価を獲得し、電気自動車としての質だけでなく安全性という意味でも信用できることが証明される。中国の電気自動車ベンチャーである XPeng や BYD の9月度における電気自動車の販売台数が絶好調で、特に BYD と XPeng それぞれのフラグシップセダンである HAN と P7 の販売台数が急増し、テスラ包囲網を形成中の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、フォルクスワーゲンの本気の電気自動車ハッチバックである ID3 が自動車の安全性を評価するテストにおいて最高評価を獲得し、電気自動車としての質だけでなく安全性という意味でも信頼できることが証明されました。まず今回の ID3 に関してですが、特にヨーロッパ市場において人気のセグメントである小型ハッチバックということで、直近である9月度の販売台数が電気自動車最先進国であるノルウェーをはじめ各国で大幅にシェアを拡大していて、私も以前の動画において今回の ID3 の特に電気自動車としての質が非常に優れているということを解説させていただいたのですが、今回ユーロ NCAP という欧州における自動車の安全性を評価するテストにおいて最高評価である5スターを獲得したことが明らかとなり、現在欧州で発売されている多くの電気自動車と同様に既存の内燃機関車と比べても高い安全性を発揮することができるということが証明されました。まず前方からの衝突に関しては、前方にエンジンなどが搭載されていないことによって車両内部にそれらのパーツが侵食することを防ぐことができていて、その上側方からの衝突に関してもかなりの耐久性を達成していて、特にこちらの側方からの衝突は純電気自動車が必ず搭載している大容量で強固なバッテリーパックが車両の底面に敷き詰められていることによってボディが折れ曲がることを防ぐ役割を果たしていて、実際同セグメントの内燃機関車の衝突実験を見てみると、ここまで差がついてしまうのかとびっくりするぐらい安全性の差がついてしまっていますので、いずれにしても衝突安全という観点では今回の ID3 をはじめ電気自動車が優れているということがお分かりいただけると思います。また予防安全に関しても ID3 の性能が非常に高く、歩行者の飛び出しに対する緊急ブレーキシステムや自動車や車両との衝突に対する緊急ブレーキについても応答性が非常に高いことが示唆されていますので、衝突事故における安全性だけでなく先進性によって衝突事故を未然に防ぐという予防安全性に関してもレベルが高いということが明らかとなりました。そして ID3 が実際に欧州全土で納車が始まったということを受けて、さまざまなメディアなどが今回の ID3 を比較検討しているのですが、世界の電気自動車の最前線を知っていただくためにも今回の ID3 の電気自動車としての質を日本で最も売れている電気自動車である日産リーフと比較していきたいと思います。まずはじめに搭載バッテリー容量に関してですが、こちらはどちらも 62kWh という容量を搭載しています。次に気になる航続距離に関してですが、欧州市場において一般的に使用されている欧州 WLTC モードにおいて ID3 が 420km を達成できているのに対し、日産リーフ E プラスの方は 385km となっていますので、どちらも 400km 近くを達成することにはなりますが、こちらの欧州 WLTC モードというのは実用使いにおいては参考になりませんので、高速道路を時速 100km でクーラーをつけても達成可能であるというような実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルにおける航続距離を比較してみると、それぞれ 374km と 363km にまで落ち込んでしまっています。ただし満充電あたりの航続距離が 360km ということは、日本国内に当てはめてみると、東京満充電で出発して北は仙台、西は名古屋まで到達可能な航続距離であるということになりますので、どちらの車種でもかなりの方にとって必要十分な航続距離を達成しているのではないかと個人的には思います。ただしこの2車種の決定的な差はこちらの充電スピードとなっていて、まず最大充電出力について ID3 が最大 100kW を許容できるのに対し、日産リーフ E プラスが最大 70kW 程度となってしまっていますので、同じ時間充電したとしても充電できる量が3割も違うということになりますので、この時点でも ID3 の性能の高さがうかがえるのですが、さらに決定的なのがそのバッテリー温度の管理方法で、日産リーフに関しては2010年に初代が発売されてから一貫してバッテリー温度管理機構を搭載してきませんでしたので、連続して急速充電を繰り返してしまいますとバッテリーが熱を持ってしまい、バッテリーの安全を確保するために車両側が意図的に充電出力を制限してしまうというプログラムが作動してしまいますので、特にこの点に関しては日産リーフに6年乗り続けている私を含めて既存のリーフオーナーが最も不満に感じている部分であると思います。それに対して ID3 は強制水冷機構というバッテリーパックに水を通す管を張り巡らせ、急速充電などによってバッテリーが熱を持ってしまった場合にそのバッテリーの温度を下げることができる機能を搭載していますので、仮に連続して急速充電を行ったとしてもリーフのように充電出力が制限されることがないのです。
こちらを分かりやすいように30分で充電できる充電量を EPA 航続距離に換算してみると、日産リーフ E プラスが190キロ分充電できるのに対して ID.3 が260キロ分充電することができますので、例えば東京満充電で出発して途中30分の休憩時間兼充電時間を挟むだけで、日産リーフ E プラスが兵庫県の東側である明石市付近まで到達できるのに対して、 ID.3 であれば兵庫県と岡山県の県境付近まで走破することができますので、この段階でも ID.3 の性能が上回っているということが伺えるのですが、先ほども説明したように、もし仮にさらに連続して充電を行わなければならない場合、 ID.3 は1回目の急速充電と同様に260キロ分の航続距離を充電できるのに対して、リーフの場合は体感値ベースとはなってしまいますが、3回目の充電の場合は最大でも100キロ程度しか充電することができなくなってしまいますので、例えば1日で700キロ以上というような距離を走破しなければならない方にとっては、日産リーフ E プラスは特に強制水冷機構を搭載する ID.3 と比較しても有用な選択肢とはなり得ないということがお分かりいただけると思います。そして最後に価格に関してですが、ドイツにおける価格を日本円に換算してみると、日産リーフ E プラスの方が20万ほど割安とはなっていますが、そこまで大きな差ではないように感じますので、いずれにしてもこのように電気自動車としての質にフォーカスしてみると、日産リーフ E プラスと今回の ID.3 は電気自動車の質的に大きな差があるということが伺えると思いますので、正直申し上げてモデル末期でもあり、電気自動車としての質で競合車種と戦うことのできない日産リーフを日産側が今後どのように扱うのか、例えば強制水冷機構を搭載したり、バッテリー容量をさらに増やしたり、充電スピードを向上させたりなどしてブラッシュアップによるフルモデルチェンジを果たすのか、それともリーフという車種を廃止して日産アリア以降の電気自動車のラインナップにフォーカスしていくのかにも注目していきたいと思います。2つ目のニュースに関してですが、中国の電気自動車ベンチャーである XPeng や BYD の9月度における電気自動車の販売台数が絶好調となっていて、特に BYD と XPeng それぞれのフラグシップセダンであるハンと P7 の販売台数が急増し、これまた現在中国市場で絶好調のテスラに対する包囲網を形成中となっています。まず BYD に関してですが、こちらは自動車の製造に加えて電気自動車のバッテリーに関する研究や生産も行うバッテリーサプライヤーでもありますが、今年である2020年中旬から発売を開始した最新モデルでもあり、フラグシップセダンとなるハンの販売台数がようやく5000台まで伸びてきていて、実はこの数ヶ月に関しては BYD が本業である自動車の生産ではなく、現在世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス対策として需要が高まっていたマスクの生産に全社を挙げて取り組んでいましたので、ようやくマスクの生産が落ち着いた直近から今回のハンを含めた電気自動車の生産体制も増強されているという経緯があります。ちなみにハンに関しては月単位での生産台数の目標を2020年末までに1万台まで引き上げたいとしていますので、まだその生産目標には至っていませんが、着実に販売台数を伸ばしているということは明白であると思います。次に XPeng に関してですが、現在最も注目されていると言ってもいい電気自動車ベンチャーとなっていて、2014年に設立されてたった4年で初のクロスオーバー EV である G3 の納車を開始させたという爆速な成長具合を発揮しているのですが、今年である2020年5月19日から製造許可が下りた新しい製造工場において製造されているフラグシップ電気自動車セダンである P7 の発売を開始し、なんと160日という短期間で1万台目の生産を達成したということで、このスピードはなんとアメリカですでに電気自動車の量産を経験し満を持して中国に進出してきたテスラよりも速い生産スピードであるそうですので、テスラをもしのぐような驚異的な成長スピードであるということがお分かりいただけると思います。そこで今回は日産リーフやテスラなどしか知られていない日本において、中国の電気自動車の質を理解していただくために、今回の BYD のハンと XPeng の P7、 そして世界で最も売れている電気自動車であるテスラモデル3と特に電気自動車としての質にフォーカスして比較していきたいと思います。まずはじめにラインナップに関してですが、3車種すべてがこちらに記載してある他に、バッテリー容量の小さいモデルや搭載モーターをさらに1つ増やした AWD モデルなどもラインナップしているのですが、今回は搭載バッテリー容量が最大で搭載モーターも1つの考えられる最大の航続距離を達成できるモデルを選択させていただきました。そしてその搭載バッテリー容量に関してですが、3車種ともにおよそ80キロワットアワーという大容量のバッテリーを搭載しています。
そして最も気になる航続距離に関してですが、中国で一般的に採用されている航続距離の基準である NEDC サイクルにおいて3車種ともに600キロ以上という航続距離を達成してはいますが、こちらの NEDC サイクルというのは実用使いにおいては全く参考になりませんので、高速道路の走行において最も信用に値する EPA サイクルを見てみると3車種ともに航続距離がかなり落ちてしまっていますが、それでも XPENの P7 に関しては618キロという驚異的な航続距離を達成していますので、同じようなバッテリー容量を搭載し世界最高の電費性能を誇ると言われているテスラモデル3と比較しても全く見劣りしない数値を達成していて、こちらを分かりやすいように搭載バッテリー容量と航続距離との関係性を示す電費を比較してみると、なんとモデル3よりも P7 の方が電費性能がいいということが明らかとなりますので、いかに XPENの技術力が高いのかがお分かりいただけると思います。ちなみに班に関しては車両サイズが他の2車種と比べても大きく、いわゆるフルサイズセダンに相当する大きさですので、その分電費性能が悪い結果とはなってしまっていますが、電気自動車における最も重要な指標である航続距離に直結する空気抵抗係数を表す CD 値を見てみると、フルサイズセダンとしては異常ともいえる 0.233 を達成していて、こちらに関しても電費性能に定評があるフルサイズセダンであるテスラモデル S の 0.24 と比較しても同等か、むしろそれ以上を達成していますので、いかに本気の電気自動車の開発に取り組んでいるのかが垣間見れると思います。ただし充電スピードに関してはモデル3が圧倒していて、最大充電出力がモデル3は 250kW という超高出力を許容できますので、分かりやすいように30分で充電できる充電量を航続距離に換算してみると、モデル3は最大 400km 程度を充電することができます。よって東京満充電で出発して途中30分の休憩時間兼充電時間を挟むだけで、モデル3と P7 は本州最西端の山口県に到達可能であるというように考えると、ほとんどの方にとって必要十分なスペックを達成できているのではないかと思いますし、そして最も重要なのが、このようなハイスペックな電気自動車をどの程度の値段で購入することができるのかという点で、中国における価格を日本円に換算するとモデル3に関しても500万を切ってきますが、中国メーカーたちの車両はどちらも400万を切ってくるという全く信じられないような衝撃の価格設定で勝負を挑んできていますので、今回の BYD の班や XPENの P7 が今月のような調子で加速度的に生産台数を伸ばすことに成功した場合、もはや現状の既存メーカーが販売しようとしている電気自動車では質的にもコストにおいても全く歯が立たなくなるということが予想されますので、日本の既存の自動車メーカーの経営陣にはこのような世界で起こっている電動化の大波を真摯に受け止めていただき、経営戦略の再考および電動化に対する大胆かつ具体的なアクションプランをすぐにでも提示すべきなのではないかと強く感じます。チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。